ダンヘルスケア株式会社は、大阪市西区に本社を置く製薬会社。第二本所中規区の子会社である。1984年に、住友科学の医薬部門が分社化され、住友製薬が発足したが、さらに1991年8月に、住友製薬の大衆薬部門を分社化、住友製薬ヘルスケアに変更した。2005年に、 住友製薬が大日本製薬との合併による大日本住友製薬の発足と医療用医薬品に専念するのを機に大衆薬から撤退することとなり全株を殺虫剤メーカーの大日本女中菊に譲渡し現社名ダンヘルスケアに社名変更した主力商品は白目除去シャンプーのスミスリンで同分野の他社製品が現在はほぼ市販されていない ために既製品となっている。また、前身の住友製薬ヘルスケア時代の主力販売製品であった風邪薬のコンタクシリーズは販売権を GSK 上としたため、社名変更時には承継されなかった。製品の製造は大日本女中菊や中小医薬品メーカーに委託している。社名の段は住友科学が昭和30年頃から発売してきた風邪薬。 鼻炎薬、ヒロポンのブランドが由来である。シラミクジョイ薬品で、主力製品である。スミトモ製薬スミトモ製薬ヘルスケア時代は、スミトモ製薬が製造していた。スミスリンは、本材の有効成分フェノトリンの商標名であり、同商標は、現代開発元である、スミトモ化学が保有する。詳細は、第二本女中菊を参照スミトモ製薬ヘルスケアで、 発売されていた、住友胃腸薬チェロとは、成分が全く異なり、本品は、胃粘膜保護修復剤、生産剤、原因症薬を配合したものである。塩酸プソイドエフェドリニア溶解ソプロパミドなどを、配合した、微塩溶剤。鎮痛症塩パップ剤断注射液もともとコンタクト、同様にスミスクライアンド、フレンチラボラトリーズのライセンス製品で、 住友製薬ヘルスケアが販売していたが、その後販売権が GSK、ダンヘルスケアへ移った。2007年からは佐藤製薬の製品として発売されている。シメ知人のスイッチ OTC、藤沢薬品工業からもフロンティアの商品名で発売されていた。速攻性に加え効果の持続性に優れた新規ピレスロイド系ノックダウン剤。 テラレトリンを有効成分とした医薬品のハエ、カヨエアゾール。速効性に優れたピレスロイド系、ゴキブリ用ノックダウン剤イミプロトリン配合。折りたたみ式にはエノズル付け。ゴキブリダニ用スプレー訓練ンン剤。あり、その他木材、不海外中用エアゾール。にはエノズル付け。スミチオンの有効成分フェニトロチオンにピレスロイドを追加処方した素性で、木材防腐剤。 浸透剤が添加されており、木材に対しては、防腐効果もある。農薬としては使用できないばかりか、植物にかかると、例外、薬害が出やすいので注意を要する。神東塗料化製品事業部の、エバーウッド S-400 の家庭向け使用。住友化学園芸からも、アリアトール S の商品名で発売されていた。また、キング園芸からも後発品。 アリタイジエアゾールが発売されている。ウジ、ボーフラ、ノミなど衛生害虫の駆除に特化した、医薬品のスミチオン粉剤。3個な容器入り。本剤は農薬としては使用できない。鎮痛症炎液剤。販売店限定品。医療用、断立地のスイッチ OTC。販売店限定品。販売店限定品販売中止となった。 医療用生気動炎治療薬、ダンリッチとは一部異なり、塩酸フェニルプロパノールアミンをデシリットル、メチルエフェドリン塩酸塩に置き換えるなどしている。健康保険組合向け鼻炎薬、医療用生気動炎治療薬、パー問題により2005年3月末で販売終了。ありがとうございます。